どうも皆さんこんにちは、ソマラビリのたくみです。本日はですね、なんとアラスカにやってまいりました。まあ、メンバーはね、いないんですけど、で自分と友達と一緒に来ております。今回はね、アラスカを何個かに分けて応援していきたいと思うので、ぜひ楽しみにしてください。いや、さすがですね、アラスカならではの白クマもいらっしゃいます。あ、今からバゲージクライムです。はい、じゃあ今からね、歴史的瞬間です。マイナス何度、バチ寒い、待って、やばい、一面雪景色です。あ、でも思ったより寒くないかもしれない。結論、そんな、まあ、寒いけど寒くないみたいな、ね、感じなんで、ここはフェアバンクスというところになります。やばいね、普通にまだやっていけるけど大丈夫かな。こっからバスに乗ってホテルへ直行です。Really? Just because China's in a dome and it's surrounded by a mountain. There, Alaska needs more light than like, yeah. we don't see the outside, you know, it's kind of dangerous. Yeah, it's a different place. It's my first time in Alaska. Oh. It's different. Wait, where are you from? Like originally? I'm from Oregon. Oh, Oregon. Way different, huh? Oh yeah, very much. In the summertime, I work in Yellowstone National Park. Oh, that's a good place actually. In the summer. It's nice. I like the hot spring up here. It's very soothing and relaxing. Oh, you were talking about the Yellowstone one? No, the China hot spring. Oh, China hot spring. Okay. Yeah. Yellowstone, they have a lot of hot springs, but they're way too hot. Oh. Like over 200 degrees. Oh. This one here is like 105. Uh-huh. That's no. But in January, February, it's like negative 50. Barely cold. How long are you guys staying? 4 nights and 5 days. Weather constantly change over here? A little bit. Well, let's hope. Yeah, here in a few days it'll go like 9 degrees above to negative 19. There's a temperature range which we can see the aurora, right? Yeah, it definitely affects it. As long as it's clear, if it's a high Cape E level, you could see it. Snow clouds, you just see the background of it. Set the hot springs. You have to sign up at the activity center, which I'll show you in a second. Oh, okay. The ice museum is wow. Right here. That's really neat in there. You got a couple greenhouses. All the vegetables you eat here are grown in that greenhouse, which is actually powered by the hot spring. Oh. The Moose Lodge is right here. There's also some other lodging over there. Hot springs are in the corner, about 20 yards maybe, and they're open from 7 a.m. to 11:45 p.m. Activity center, and there's also a cafe in there. Okay. That's no. すげえ、ガチなガンダム。もう。乾杯でーす。お疲れ様でーす。3時ですよ。あー、めっちゃうまい。はい、伊沢でーす。めっちゃうどんでーす。いただきまーす。あー、全然違う。ブリブリ。からまにいただきます。うまい。なしでもいける、タルタル。これどううまい。なんだろうな、子供がね、熱い。これがアジア圏のあれとちょっと違うところかもしれない。Yeah. Oh, yeah, sure. Oh, you go. すげえな、来ちゃったな、メインディッシュでーす。俺やばいな。これ贅沢だな。アラスカンクラブいただきます。まずつけずにちょっと食べていいですか、これ。もちろんもちろん。やばい。あー、うまっ。やばくない、種類が濃厚すぎ。濃い。あ、スペナーはいい。やっぱバター。バターですね。揚げてると思う。揚げてる。あー。うまい、うまいな。あー、トマトスープうまい。これ、チェナトマトだよ、多分。ジオサーマルチェナトマト。That's no.
はい、どうも皆さんこんにちは。本日は Day 1ということで、現在ですね、アラスカ、アメリカ、アラスカのチェナというところに来ております。まあこのチェナはですね、温泉が有名だったりとか、いろんなアクティビティがあるので、今回はですね、まずはホテル紹介していきたいと思います。では、レッツゴー。こういう感じですね。まずちょっと生活感があるんですけど、タオルもついてて、ドライヤーもついてます。コーヒーメーカーもついてきて、こういう収納スペースもあります。もうトイレですね。バスルームもあったりして、アメニティ類は問題ないのかな。はい、ホテルの中はこんな感じです。ちなみに全席満席です。全席というか全室ですね。もう外めちゃくちゃ寒くて、今でマイナス14度かな。こんな感じでロビーになってます。ベンディングマシンもあります。3ドルってちょっと高いけどね。まあこれは観光業と林業しかないっていうところで、取るところで取ってきるってところですね。外に出てきました。とりあえずもうこれ今現在で6時なんですよ。もう日没も早いし、日の出も遅いんですよね。今日はホテル紹介ということで、ちょこちょこ回っていきたいと思います。今出てきたのが自分の宿舎ですね。宿舎こんな感じになります。部屋は全室どれぐらいあるのかな。大体ここのビールで24室ぐらいあるのかなって思ってます。現在まあマイナス14度ということで、まあ、こういう風なで何もつけないとか、帽子とかも何もつけてなくても体感気温的には全然、何でしょう、雪国と変わらないんですよ。新潟とかそれこそ北海道とかと変わりません。やることがあることとしては、犬ぞり、要はスノーボードに乗る、オーロラ観光、あとは雪のドームの中でマティーニ飲むっていうアクティビティ、この犬ぞり、犬がたちがいるんですけど、と戯れるみたいな。あとはレストランとかですね。でこの今目の前に見えてるのが受付になりますね。この受付の中にはレストランとかバーですねが備え付けてあります。バーは2時まで開いてます。ただ予約をしても飛ばされたりとかしてることもあるんで根気強く、はあ、でもやっぱり雪が降ってくると寒いです。ここが受付になります。ここがレストランですね。こういう感じで並んでおります。お土産ショップがあったりとかしますね。まあ、皆さんも買ってみたらどうでしょうかということですね。で昨日取れなかったんですけど、ここにお迎えのシャトルバスとかも頼んだら来てくれるので、空港からですね、空港のフェアバンクスから来てくれるので、ぜひ。ちょっと降ってきましたね、また。でこの目の前に光ってるのが一応菜園ですかね。ここ温泉が出てて、地熱で自家栽培をしてるんですよ。いろんな野菜とか、まあ、じゃがいもとか、先ほどトマトとか食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったです。もうこの車とかどうするんだろうね、これね。これもう絶対動かないでしょ、これもう。でこれから7時の部でミュージアムに、あの奥に見えてるやつですね、行っていきたいと思います。はい、今からアイスミュージアムツアーに向かいます。おー、これがミュージアムです。内側が凍りですもんね、これ一応。アラスカにはマスクという概念がありません。 11?すごいな。写真撮りたい人でもうここ並んじゃうな。入っていきたいと思います。はい、なんかこんな感じです。いやこれすごいね、ちゃんと作られてるわ。でも後ろ見てください、これ竜の通しますよ。凍ってんな。バーです。これめっちゃ良くない？氷の城です。これ登れそうです。登れないと思いますけど。はい、これが6年かかったっすよ、これ知らんよ。ちゃんと聞いてるよ、すごいね。ちなみにこの壁作るのに10年かかったそうです。すごいですね。でこんな感じで、あそこのテーブル行けないんですかね。綺麗じゃないですか、これ。これ全部アイスでできてるかと思うと、なかなかにね。これどうやって作るのかね、こういうやつ。
すごない？じゃあちょっと入っていきたいと思います。おー、もう今清掃中みたいですけど、こんな感じで工事中です。4つの部屋があって、一つ一つにコンセプトがあるそうです。おお、まあ、入れるで。すげえ、こういうふうなちっちゃな部屋になってて、それが4つぐらいあるって感じですね。おお、すごい、見てこれ、クリスマスツリーがあるんだけど、これとかどうやって作るんだろうね。まあ全体的に見て、これはあれですね、制作過程っていうところですかね。これ多分こう階段になって上に上がれるようになると思うんですよ。まあまだまだ冬の初めということで、作ってる最中なんでしょうね。こういう感じで飲んでます。まあ事前チケット買ってこなくちゃいけないらしくて、チケットがないと飲めないみたいな。ミュージアムツアー終了しました。優しかったお兄さんが最後の最後で表現して怖かったです。では宿舎へ戻りたいと思います。Thank you. Thank you. お疲れ様です。はい、今から内側から外側行きます。ちょっとここ曇ってあれですけど、ここにタオル置けます。タオルどこに置く？タオル、いや、パチられそうやな。パチられるぜ、これ。寒い寒い。あー、言うといて、いいよな。あ、ガチ寒い、マジで。今から入っていきます。おーっしゃ。あったけ、死ぬかと思ってまして、で暗くて何にも映ってないけどね。あ、そこです。いやー、でも I just realized that。 ここにいるか。こ、あっち、あっち、ここ、あっちで、あ、痛っ。ここ痛いし、あっちし、あ、痛っ、ここ痛いわ。やばい、なんか岩があるわ、これ岩の板。夜は、夜の温泉はこんな感じでございます。皆さんはね、もう家族連れなりなんなりで皆さん楽しんでおります。バチクソ寒いです。カップルが一番欲しいです。それな、本当にざけんなマジで。あー、これカップル最高やな。もう幻想的だしな、もうカップルはもうイチャイチャしまくるよこれ。誰の目も気にせず、見えないし、見えないし。水質これブーって入れたらどうなるかな。まあ水の中こんな感じです。声聞こえてるか分かんないけど、岩の縁側に行くと熱いお湯出てます。まあざっとこれどれぐらいいるかな。30人ぐらいのかね、これ。持ってる60。はい、もう皆さん撮影してますね。こんな感じで、こんな感じです。映ってます。いいっすね。しかもこういう感じでね、ボトルとか持ってきたら給水もできて、ずっと入ってられるっていう。あちらの友情室でまさくんはあそこの上でスプライト冷やしてます。必死です。これ最高な状態になるから、絶対キンキン。これこそガチチルリだね。外気が冷たいのがね、最高に。それ、しかもこの温泉の温度自体が多分40度前後だから、使っててちょうどいい。うん、 That's no no。 はい、本日はホテル紹介の動画でした。まあ自然を堪能してとか、ホテルがどんな感じなのか来てみたいなと思えてくれたら幸いです。では皆さん、また会いましょう。明日は施設紹介というか、あとは犬ぞりとかする予定なんで、そこを紹介できたらなと思ってます。バイバーI'm thinking of this table on. Just call me up tomorrow and let's forget what's going on.
and I save your girl, she's sleeping.